はい、それではペルソナ5ザロイヤル続きをやっていきたいと思います。今日やることなんですが、ユウスケ・ハル・アンがあるんですが、アンがね、まだレベル、ランクが7なんで、ちょっとそれだけいきたいっていうのと、ユウスケにはコープの方じゃなくて取引の方をやってもらいましょう。なるほど、伏せしてもらいます。何がいいかな。物理属性のこのゴッドハンドしかないから、ランダマイザー、テルモピライやってみるか。よろしく。いいだろう。センキュー。で、今日はアンとのコープ進めていきたいので、恋愛のペルソナはいるんで、駅地下モール行ってコープ進めていきましょうか。今は待たなきゃね。体鍛える、オッケー。アンとの関係は7、行こうか。アンガト、あ、リュウジも来んのこれ。このジム良いと来たんだけどよ、客あんまいないし、体鍛えるなら持ってこいだよ。つってもお前どうしたいの。まずは体を絞る。じゃあ走れば。有酸素運動だけじゃダメなの。引き締まった体にしたいから筋トレしなきゃ。肩が丸くなってきている気がするし、二の腕も細くしたいし、背中は超効くやつで。ウエストは当然細くするでしょ。お尻とふくらはぎは位置を上げたい。根性あるな。まあね、私根性の鬼だから。おいおい、なんだそれ。つうかやる気はいいけど、いきなり全部やったら明日動けねえぞ。じゃあメニュー考えてよ。めんどくせ。メニュー考えてくれたら俺にデートしちゃうぞ。いらね。あとお前、自分がセクシーキャラとか勘違いするのやめとけ。かわいい、かわいそう。嘘。いやいや、セクシーキャラはまず体操着でジム来ねえ。だってジムとか来たことないし。あら、仕事かな。あ、事務所だ。お疲れ様です。はい、いいです。小さい記事でも。あ、そっちはダメだったんですね。それで、はい。再来月の雑誌で2つ出られそうだったんだけど、1つダメになっちゃった。ダメになった方はモノクロページだからって。私だと色素薄くて不利なんだよね。モデルの日常特集とかで楽しそうだったのに。この溢れる女の魅力が生きるとこあるよね。きっとある。頑張れよ。いや、どこだよ。遅いや。雑誌で思い出したけど、この間お前が乗ったって見せられた雑誌に綺麗な子いたよな。一瞬清楚っぽいのに色気があってさ。ああいうのが女の魅力って言うんじゃねえの。言われてんな。隣に映ってたミカだっけ。髪がちょっと茶色くて長い。あ、それ、知り合い？紹介してくれよ。あんたね、よりによってミカのこと褒めんなっつうのムカつくな、もう。ほら、最初はどのマシン使い倒してやる。つら。でも、なんていうの？この充実感。疲れてんな。俺頑張ってるか？悪くねえよな。そうそう、頑張ってるの楽しいかも。あと、今日は、リュウジ。よいとリュウジがいたから頑張ってるとこ見せなきゃって。そういう単純なもんで限界超えていけんだよ。かっこいいな。張り合うんじゃねえ。ん？面白い着信音かな。だな。ゲマジか。どうした？おふくろが夕飯の材料買い忘れたってよ。めんどくせえけど帰るわ。じゃあな。何忘れたんだ。リュウジ、お母さんには頭上がらないんだね。そういうのちょっと羨ましい。親忙しかったから。あなたは強い子、一人で大丈夫ねって言われてきたんだ。自由で寂しかった。友達もできたけど、引っ越しが多くて離れ離れになって、その繰り返し。寂しくて、でもそういう気持ちになれちゃってた。でもね、死ほど仲良くなってからは世界が全部色づいていた。お、転校すぐだよ。頑張ってると大丈夫だよって、志保も安心してねって伝えたい。
っと喜ぶわ。シホにもらったもの見せてあげなきゃね。さあランクアップ、食いしばり。よし帰ろっか。はーい、言ってなかったけど私もう動けない。筋肉痛も起きてる。早いな。これが若さの力か。さあ次は何のコープやろうかな。あ、よいよ私だけど。あ、筋肉痛になってんだ。でもあれながらよく頑張ったと思う。私だけだったら絶対リタイアしてたし、よいたちが一緒にいてくれたおかげだね。二人にはマジ感謝してる。リハビリしてる時の志保も同じ気持ちだったのかな。誰かがそばにいたから頑張れるって。きっとそうだ。うん、そっか。もしそれで私が志保の役に立ててたなら嬉しいな。てかこれで上がんないのか。志保の転校まであと少し。安心して旅立ってもらえるように私もかっこよくならなきゃね。っていたたたた、やば、筋肉痛のこと忘れてた。ごめん、続きはまた今度。それじゃあバイバイ。さあ今日の夜からまた行動ということで、何をやろうかな。世論調査見た？どこも指導が圧倒だってさ。指導先生って言われてんな。まあこいつらもね、改心のなんだろうな、指導の口から告白されてびっくりするんだろうな。12月に入ってもう1週間過ぎちゃったね。ネット面白くない。明智の話題が一気に切れてる。明智より選挙が大事だから。いやー嫌だな。明智も利用されてたしな。お前暇なんだろ。今日だったら店の仕事教えてやるぞ。マジで宗次郎と上がるんだよね。ひふみちゃんはない、いちこちゃんはある。いちこちゃんもね、もうすぐで上がるんで、やっておく価値はあるよね。まあ宗次郎あと1回だもんな。ひふみちゃんもあと1回、武器商人もあと1回。いや、だんだん増えてきましたね。じゃあ今日はね、いちことコープやりますか。かやのことで話がある。とっても大事な話。とりあえず占いだけしてくるか。さあいちことのコープ進めていきますか。うつすなよ。マスクした方がいいんじゃない。満員電車とか超やばいんだから。そうだね。てかリアルにもう今12月だからさ。そうだね、マスク皆さんも気をつけましょう。インフルエンザ流行ってるんでね。流行ってるか分かんないけど、ちょっと聞いてもらえるかな。さあ関係が深まりそうだ。付き合おう。あんがとね。立ってないで座んなよ。あのさ、お、あ、会ってきた。マジでげっそり痩せて別人みたいだった。私を見ても何の反応もない。廃人っていうの多分。ああいう、あ、大丈夫か。覚悟してたけどやっぱ結構ショックだった。病院の話じゃ1年ほど前に生き倒れてたのを拾われたみたい。何も持たず海岸でフラフラしてて、親切な院長の奥さんが世話してたの。ああそうなんだ。そうなるのを祈るだけだよ。私は身元を教えず帰ってきた。カヤは今も容疑者だから、連れて帰ったら面倒に巻き込むだけ。じゃあ真相は永遠に謎のままか。一見ただのアクセサリーだけど、実は小型カメラが仕込まれているんだ。あらま、カヤの最後の電話でね、すごい写真撮ったって言ってた。うん、写真は殺された官僚の密会現場だった。裏金ルートの黒幕だろうね。けどよりによってそいつ、あの指導の腹心なのさ。指導が絡んでてくるのか。まあそうだよな。自分で着服したのか、組織ぐるみか何にせよ官僚再建するのも納得さ。きっとカヤは一度は逃げ延びたんだ。でも多分何か事故にあって廃人状態に。明智がやったのかな。
すごい写真とともにね。その推理が正しいなら大スクープじゃない。でもまだ記事にするのはちょっとこの段階では難しいかもしれない。当事者の関与に証言能力がないし、事件を捏造した確かな証拠としても厳しい。半端な準備で臨めば簡単にもみ消される。まさか諦めるのか。私を誰だと思ってんの。王に決まってんでしょ。半端な準備って言ったろ。完璧にすんの時間かかるのさ。長期戦になるの覚悟してるし、カヤの写真でターゲットは絞れた。証拠を固めて潰されないよう根回しして、この手で必ずカヤの敵を取ってやるんだ。てなことで君とは取引終了。私とつるむとやばいことになる。わかるだろ、本当に危険なんだよ。敵は平気で人間を闇に葬るやつなんだ。私だってただじゃ済まない。ここに来るのも今日でやめときなさい。一人にできないさ。なんだよ急に一丁前のこと言ってさ。気持ちはありがたいけど、そんな生優しい話じゃないんだって。こうやって話を聞いてくれて、あんたを励ましてくれる子もう現れないよ。でかいお相手に長期戦なんだろ。なおさらそばにいてほしいんじゃないの。そばにとかねえし、坊やだって危ないのは覚悟の上でしょ。もちろんだ。君は私の意思で首を突っ込むってことだろ。なら私に言えることはない。この事件は自分自身の手で決着つけるけど、事情を知ってる味方がいるのはありがたいよ。君となるピンドン入れちゃう。なもんないわよ。適当なスパークリングなら用意できるけど、もちろん坊やはウーロン茶。チェーショッペ決起会だ。まあいっか、君という心強い同志ができたことだしね。これは、あ、ランク9か。よし。まあ気をつけてな。あのさ、ねえ、どうしてここまでしてくれんの。刑事のためなんだろうけど、ここまで付き合う義理ないでしょう。あ、さてはいつぞやのあれ本気にした。部長の前でカップルのふりしたやつ。まったく言葉うぶなんだから。でね、こっからね、あのカップル演技さ、すまない。2週目で恋人になろう。本気にしない。だよねセーフ。未成年とか問題ありすぎだし。うん。ララちゃん遅いね。ちゅうかこの店暑いよね。あー、なんか疲れたわ。まったねー。バイバーイ。いやー、みんなと付き合いたいよ。できれば二股とかせずに。クリスマスまで待っと、あと2週間だね。もう予定決まってる。テレビで明智くんと獅童さんの追っかけする変ないたずらもあったし、応援してあげたいな。特に明智くんなんてコメントも出してないし、すごい心配なんだよね。明智か、どうなんだろうな。真実さえ分かればきっと 目を覚ませます。獅童、早く告白しろよ。さてと、さあ今日はカイちゃんで許せないやつ見つけた。すごいモテる人らしいんだけど、その趣味が最悪なの。許せないな。自分のために女性が争うのを見るのが大好きってやつ。貢がせ合戦させて傷害事件が起きたり、学校を辞めるまで追い詰めたり、他にもいろんな子が被害に遭ってる。でも被害に遭った子は納得してて事件にはならないんだって。イチコロ有原光って言うんだって。色男のバラット。メメントスか。行ってみるのもありだな。女ったらしね。で、今日は双葉とのコープができるんで、双葉やるか。これで双葉も8かな。路地裏。あ、ユウスケとのコープで取引してこよう。さあ双葉やろうか。おっす。うんふんふん、暇だな。
とても話したいことがある。時間作ってくれたら嬉しいぞ。目立つのはまずいが、当局にとって死んだはずの、ああこれね。はい、じゃあ付き合いましょう。よいの部屋行こう。かなちゃんにメールしたんだ。返事来た。電話番号教えてくれたから、小学校の時のことをいろいろ話した。かなちゃん、日記見られたの恥ずかしくてつい怒っちゃったって言ってた。あと私に嫌われたくなかったって、嫌われると思ったんだって。だから逃げちゃったって言ってた。私たち似た者同士ってやつだ。それでちゃんと仲直りできた。ごめんなさいって言えたよ。偉いな。褒められてしまった。かなちゃんに会いたかったけど、遠いからメール交換することにした。来年はお互い高校に行こうねって約束した。前の私だったら電話かけて謝るとか無理ゲーだった。頑張ったな。まあな、改めて言われると照れる。かなちゃん回答団にも驚いてた。依頼したら本当に心変わりしちゃったって。真実は秘密だけどさ。友達と仲良くする。やっとクリアできた。よかったな。重要だから2回言うぞ。ありがとう。あ、さっき言ってなかった。じゃあもう一度言わないとだな。ありがとう、ゆゆ。さあランク8だね。よし。数年越しの約束クリアなんだ。ちょっとわがまま言うからな。な、頭を撫でてほしい。お母さんが褒めてくれるときにやってくれたんだ。こうポンポンって。代わりに頼めないか。いいよ。よし。ぽお。違う、お母さんとなんか違う。心臓が照れてる。かわいいな。ちょっと待て、落ち着け。ふう、謎の発作が起きた。まだドキドキしてるがもう大丈夫だ。心配かけたな。そういえば最後の約束、離れて行動できるようにするだったよな。できるかな。できんのかそれ。まあいいや。最後のノート課題はまた日を改めてだ。おっちょまー。じゃねー。いやー、双葉はねー、いい子なんだよ。おっせよゆ、今日は私のこと話聞いてくれてありがとな。聞いて聞いて、かなちゃんとのメールすっごい楽しいんだ。離れてた間に何してたとか、毎日どうしてるとか、お互いのこといっぱい話してる。かなちゃん連絡もらえて泣いちゃったって。それ聞いた時、私もちょっと涙出た。友達と仲良くする、クリアできて本当によかった。また頭ポンポンする。ほう、ちょ、それは勘弁してくれ。また謎の発作が。残す課題もあと一つ。いよいよラスボス戦ってと感じだな。ラスボスを倒したらエンディングだ。それまで付き合ってくれな。ほんじゃあねー。いやー、昼のコープに関しては全部10にはできないかな。帰ったか。さあ今日は、おっと、ひふみちゃん上がるかな。あ、岩井、ひふみ、両方は上がらなーい。なるほどね。ほんじゃ今日はね、ひふみちゃんとコープ進められることはできないけど、やっとくか。付き合うぜ。お願いします。攻めは容赦ない。ひたむきさが伝わってくる。お、次で上がるね。わ、大手決められた。今日はありがとうございました。こちらこそ。お、晴れましたね。お、日曜日。さては貴様、暇だな。私運がいいな。私も暇だ。というわけで聞いてほしいことがある。時間を私にくれ。大変な時なのは分かってる。ダメか。お友達からの連絡か。青春だね。いや、双葉だよ。
どっか行くのかな。なんか行きたいとこあんのかな。どうした。ああ、二晩に普通に付き合うって感じだ。で、今日は誠と双葉とユウスケがいるね。まあじゃあちょっとユウスケにカードの作成依頼してこようか。ほんじゃ、あのメッセージも来てるしな。行こうか。双葉に付き合おう。聞いて、聞いて。毎日いっぱいメールしてるんだ、かなちゃんと。かなちゃんは来年高校行きたいけど、お金ないから迷ってるって。私高校行く。成長したな。50レベルぐらいは上がったな。ゆいのおかげだ。小学校嫌いだ、嫌だったけど、かなちゃんに会えた。だから高校がまた嫌でも平気だ。誰かと何かと、何かと出会いがある。けどまだ約束ノート残ってる。ゆいと離れて行動できるようにする。できてない。私最近変なんだ。離れようと思うと逆に意識しちゃって。あと妙に胸が痛い。ドドドドドってする。それはまさか。まさかなんだ。まさか10秒?マジか。お願いいいか?一生のお願い。よいと離れて行動できるようにする。やめてもいいか?いいよ。ありがとう。怒られるかと思った。ありがとう。私、ヨユと離れられない。困る。嘘だ、本当は困らない。わからない。ヨユはいつも優しい、宗次郎と同じぐらい。宗次郎はお父さんだからだ。ヨユはお父さんじゃないのになんで優しいんだ?ここに一つの可能性があるのだが、ひょっとして私にだけか?ああ、ちょっと、いやね、双葉はね、言っちゃうけど、まあ、恋人にしたことがある人が分かれば、まあ、いればね、分かるんだけど、すごいいい子なんだよ。いやー、だから、浮気はできんよ。大切な仲間だからね。仲間。そっか。仲間だから失いたくないで正解だな。胸のドドドドの意味分かったぞ。よいや、私の必須アイテム。私の大事な仲間。よし!これからも全身全霊のサポートするぞ。2周目で付き合おう。エマージェンシーシフト。いやー、付き合おう。みんなに付き合おうって言ってるけどな。ちょっとね、そこの部分が怖いよね。よし。改めてよろしくだ。イエーイ、ハイタッチ。仲間仲間。双葉はヨユを仲間にした。双葉は嬉しそうにヨユを見ている。双葉の攻撃、ヨユに致命的なダメージ。あれ、仲間あれした。じゃあね。じゃあね、双葉。まあ付き合ったらなんて言うんだろうな、宗次郎に。ちょっと気になったことがあったんだ。さっきの話、大事な仲間ってのは納得できたけど、仲間って言ってもいろいろあんじゃん?ヨユにとっては、私はどんなタイプの仲間だ?必須アイテムだ。マジか。貴重品アイテム入りだな。そんな大事に思ってくれてたとは、仲間冥利につけるな。どんなに離れていても、ずっと心は一緒、みたいな、すごい仲間ってことだ。どんなに離れてても?だったら私は。あ、どうしたの?おっとすまん。完全にトリップしてた。てなわけで、これからも仲間としてよろしくな、サラダバー。ああ、帰ったか。今週末が選挙だね。選挙か、うるせえ。追い込みかけんなっての。選挙というか、これじゃお祭りね。しかも指導のためだけのな。カルト地味た人気だな。私、ここ最近の違和感にやっと確信が持てた気がするの。違和感?指導以外の話題が一気に消えすぎなのよ。
ああ、確かにな。マインドコントロールか。この状況じゃ疑いたくもなる。なるほどね。洗脳か。そう見えなくもないな。我が輩たちがちゃんと現実を見せてやんねえとな。そうだね、頑張ろう。で、今日は岩井とのコープができますね。一子とのコープもあるが、どれも上がらない。じゃあちょっと歓楽会行きましょう。ほんじゃ今日は岩井とのコープ進めていきましょう。ミリタリーショップ。さあ、岩井とのコープもこれがランク10に上がる最後ですね。随分と寒くなってきたが、埃や湿度の空調には気をつけねえとな。仕事がしたい。よろしく。実はな、カオルが話あるってよ。今ここに呼ぶから待ってろ。え、何の話？この前のことですけど、本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。自分のことも知ることができて、だからちゃんとお礼を言いたかったんです。家庭の問題に口挟みやがってよ。まだ言ってるよ。もちろんショックだったけどさ。でもそれで僕を引き取る気になったんでしょ。じゃあいいじゃん。いいじゃんって、お前が。もっと前に言ってくれれば脅されることもなかったのに。親とか師匠ってのは一生ついて回るもんなんだよ。俺もダメな両親のおかげで赤の他人に疲れたり、それを言い訳に。僕の父親はダメじゃないけど、ミリタリーショップの立派な店長だよ。カオル君いいこと言うよね。カオルは負けない。ああ、この調子なら心配ねえな。結局俺の一人相撲だったのか。生まれだの育ちだのそんなもんにとらわれてたのはよ、カオルを見る目が歪んじまってたのかもな。ガキの頃の思い出や腐ってた自分自身のせいで。許してあげるよ。お前なんか性格変わってねえか。どうしてここまで父に協力してくれたんですか。父から聞いたんです。津田さんの情報とか集めたんでしょ。その筋の人の揉め事に関わるなんて、普通そんな危険なことまでするかな。ほっとけなかったんだよ。怪盗とかなら話はわかるんですけどね。義賊っていうの、怪盗って弱い者のために戦ってるんだし。みんないろいろ言ってるけど、僕は怪盗団をかっこいいと思ってて。あ、ここにも支援してくれるやついたんだな。あ、セクハラ教師の事件も囚人だし。カオル、時間だ。スーパー閉まっちまうぞ。今日の晩飯お前の当番だろ。やば、失礼します。ありがとう。ったく、ガキってな成長が早い。生意気に育っても困るが、面白いもんだな。さて閉店準備だ。お前シャッター下ろせ。須田も急に変わったよな。ギク。あんまニュースは見てねえけどよ、まさにあれが改心なんじゃねえか。津田が改心して助かんのは俺だ。だがそんな事情を知ってんのは他に誰がいる。まあジョーカーしかいないよな。偶然だ。そうだ。まあ安心しろ、あんなもんの正体なんざ知ったことじゃねえ。だが騙されたもんだぜ。マニアだかなんだかはブラフだったんだな。ただの手駒で雇ったのに、いつの間にかカオルの兄貴分か。その怪盗団ってのは俺の銃で悪党を倒してんだろ。困ってる奴を助けるためか。面白い。例の特別メニュー、今まで以上に力入れてやってやるよ。ありがとう。借り作ったままは嫌なんだ。
お前だけにとっておきの仕事をしてやる。それが俺にできる支援だからな。助かるぜ、岩井。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、軽視者の究極なる悲哀に目覚めたり、無人の力を何時に与えん。さあ、ランクアッププライスレス、カスタム無料、いいね。合体解禁、アーティス。だがモデルガンで何すんだ。鉄皮に必要なのはエアガンだろ。ナイフもレプリカに過ぎん。デパートの包丁より役に立たねえぞ。まあレプリカなのがいいんだよ。本当に変わったやつだぜ。閉店準備の途中だったな。さて、やるか。これバイトしてんのかね、本当に。シャッター下ろしてるってことだよね。またな。またね。さあ、12。どんどん日が経っていく。週末には投票だな。指導先生の勢いは衰えませんね。怪盗の一件で体調を崩したとか？さあ、午前。今週末だよな。まあ、指導が勝つんだろうけど。最近の若いやつは。選挙への無関心などまさにどこ吹く風だな。まあ、きっかけは何であれ、国政選挙の正しいやり方ではあるな。みんな知らないうちに指導の手のひらの上で踊らされている。騙されたことに気づかせない騙し方。指導の影響力と一体どんだけなの？まあ確かにね。さあ、今日は何しようかな。さてと。あとは結果を出るのを待つだけ。ゆうすけはるちゃんか。あ、これはるとも告白というか恋人になるっていう選択肢が出てくるのか。ゆうすけとのコープやってもいいけどね。ほんじゃ今日ははるとのコープ進めていきますか。はい、行ってみる。でね、咲いてるんで。うわー、実ってる。いいね。ねえ、栽培を見に来た。いやー、ほんとすぐ育つな。ありがとう。もう一個栽培しとくか。栽培を見に来た。太陽のトマト。あ、これは5日なんだね。あ、品種によって違うのか。ね、じゃあ春に会いに来た。実は高倉さんと話し合いのアポが取れそうなの。できればあなたにも同席してほしいのだけど。お時間空いてる？行くか。ありがとう。あなたが一緒ならきっと思いを伝えられると思う。よっしゃー、話してやろうぜ。春の本心をさ。これを私に飲んでほしいと。はい。お口汚しかと思いますが、ぜひ。高級な豆でもないですし、素人が入れたものですが。うん、この香り、なるほどね。それで私に折り入って話とは何だね。会社のことかな。構わないよ。その誰一人と信用していませんでした。ああ、高倉さんのこともです。手厳しいな。すみません。あの、それでお話ししたいのは。深呼吸だ。あ、自信を持て。あの、そのコーヒーいかがでしょうか。私が育てて
育てた豆で私が入れたものなんです。なんだって？美味しくはないと思うんですが、心を込めて育ててきた豆たちです。それを高倉さんに飲んでいただきたかったんです。新事業のコーヒーチェーンで焙煎からやってほしいなんて言いません。計画を中止してほしいとも言いません。でももし安いだけで中途半端なものをお客様に出すのなら私許せません。おじいさんのコーヒーの、あ、お店のコーヒーに似ているね。あ、本当に。おじいさんの店の常連だったんだ。お、会社に入ったもその縁あってだ。あのお店なくなってほしくなかったよ。だけどまだ私は今のような立場になかった。実は新事業のコーヒーチェーンにはおじいさんの店の名前を使おうかと考えていてね。あのお店のようにお客さんにも従業員にも愛される店を作りたいと思ってるよ。美味しいコーヒーをたくさんの人と笑顔を分かち合える、そんなお店にしたいんだ。ああ、そうだったんですか。はるちゃんの私たちへの不信は当然のことだと思うよ。私や社内の人間がお父さんを止められればあんなことにはならなかったはずだ。はるちゃんの熱くて真摯な思い、このコーヒーで全部分かったよ。やっぱりはるちゃんはおじいさんやお父さんに似ているね。いえ。失礼な態度ばかり。こちらこそ株式譲渡を迫って申し訳なかった。てっきりただただ重荷だと思っていたものだから。はるちゃんさえよければ社内会議に参加してみないか。私は社内で敵が多いんだ。先代がいなくなって喜んでるなんてデマまで流されて困ったよ。間違ったことは黙っていられない性分でね。重役相手にも食ってかかったから。だがこれからはもっと温かな心の通わせ方をしなきゃいけない。この春ちゃんのコーヒーのようにね。よかったらレクチャーを頼めないかな。一緒に会社を立て直してほしいんだ。大丈夫だ。思い切って飛び込め。ぜひ参加させてください。やったね。お父さんもおじいさんも喜べよ。それとごちそうさま。素敵なコーヒーだった。ありがとうございます。でも高倉さんさ、フィアンセとなんか婚約させようとしてたのは何だったの？かな。誤解はもう一つあったみたいだね。あ、杉村君のことだ。てっきり春ちゃんは彼を好いているのだと。だからこそ春ちゃんを支えてほしくて結婚を急いでしまったが。隣の彼なんじゃないのかい？え、あの、え？杉村君のことどうなんだい？その優れた方だろうとは思います。でも好きじゃないです。私、あの方の妻として一生過ごすのは嫌です。私は私の人生を歩みたい。お父様のものでも杉村さんのものでもない。私だけの私として人生を歩みたいです。そうか。はるちゃんはいつの間にか随分と大人になっていたんだな。芯が強くて優しい大人の女性だ。何も見抜けず申し訳なかった。高倉さんいい人だったね。よかったな、はる。でもお父様が杉村さんと交わした結婚の契約書があるみたいで、破綻の損害賠償がすごい額になるって。契約書？そんなものないはずだが。実際に見たのかい？あ、やっぱ嘘だったんだ。先代や顧問弁護士からも聞いてない。限りなくホラ話に近いと思うが、あるいは社内の誰だかの入れ知恵か。ある派閥が杉村君を引き入れようと躍起でね。部外者の彼を重役会議にまで出席させる始末だ。だが議員の力添えなど必要ない。奥村フーズの原点を考えればね。私が責任を持って破綻にしよう。少し時期は見させてもらうが約束する。ありがとうございます。ありがとう、高倉さん。帰っていった。よかったな、はるちゃん。自分の気持ちぶつけたら分かってもらえた。やってみれば簡単なことなのにね。怖がって勝手に諦めてた。ここまで来れたのもあなたが味方をしてくれたからだね。ありがとう。どういたしまして。
勇気を出して人を信じようって思えたよ。だから私も何があってもあなたの味方、絶対に見捨てたりしないから。あなたが悩んだり辛い時、私を思い出してね。さあランクアップ、かばう。よし。あ、そういえば高倉さん変なこと言ってたよね。すすいているとか。やだな、どうして。本日2回目の言葉を選んだ方が良さそうだ。来ちゃいましたね。どうして分かったんだろう。いい友人に見えたんじゃないね。そうだよね。うわぁ、落ち込んでる。友達として仲良しだったからそう言われたんだね。いや、辛いよねこれ。あ、じゃあそういうことで、私これから勉強しなきゃ。受験あるし、忙しいし、余裕とかないし。今日はありがとう。帰ろう。すまん、ハル。俺にはかすみちゃんという女の子が。電話しちゃってごめんね。どうしても伝えたいことがあって。後高倉さんがおじい様のブレンドレシピを教えてくれたの。あ、部屋で入れてるんだけどすごくいい香りで、あなたにも届けられたらいいのになって。お、ありがとう。これもあなたのおかげだよ。私一人だったら勇気がなくて無理だった。ぶつかる前に諦めて決めつけたまま、高倉さんの思いも何も分からなかったから。だから一緒に戦ってくれた同士にささやかな贈り物させてくださいなんてね。じゃあおやすみ。さあ、夜になりましたね。おお、帰ったか。お、今日宗次郎とできるぞ。そしてひふみとできるホープがありますね。で、宗次郎が終わったんで、まあ、いちこが今上がらない状況になっているんで、とりあえずいちこの占いをやって、ひふみちゃんのとこ行こうかな。あー、ちょっと待って、メリークリスマスになったんだ。じゃあ今日はひふみちゃんとのコープ進めていきましょう。もうすぐでエキシビジョンマッチが。早いもんだね。告白した後散々こき下ろされました。みんな私に負けてほしいのでしょうね。でもその期待に応えるつもりはないです。勝ちをこの手で掴み取ります。やってれ。はい。もちろんです。時間です。会場に行かないと。対局室には入れられませんが、よろしければネット中継で。よし。頑張ってね。ん?八王朝姫もここまでかな。だいぶ押し込まれてますし、時間の問題でしょうね。ああ、うまくいってないのか。でもなかなかの身を手だよ。あの子思ったより本物なんじゃ。ああ、ダメだな。次の手で罪だろ、あれ。指し手が迫ってる。次号の記事は、八王朝姫惨敗でいこう。あ、投了か。乾杯でした。蟻が象に挑むようなものです。身の程を知らずにも程がありますよ。まるで初めて投了しました。自分がみっともなくてこれ以上駒を傷つけたくないって思って。お疲れ。でも何でしょうこの気持ち。負けて悔しいのはもちろんですけど、つきものが取れた感じ、とても晴れ晴れした気持ちです。自分の中でもう勝てないと分かった瞬間、意外と大丈夫でした。大事なのはこれからだと思って。でもあなたには無様なところを見せてしまって。あ、でも反面教師ということで、どうか一つ勇気ある投了も時には必要ですという言い訳をさせてください。投了ゲット。
よし。ずっと考えてたんですけど、シナ今日限りで終わりにしませんか？え？私と一緒にいるとあなたまで不愉快な思いをしてしまいます。ああ、さよならにしましょう。もっと強くなりたい。あなたという人は、その向上心、私こそ学ばせていただかなくては。そうおっしゃるなら確保していただけますね。徹底的に鍛えて差し上げます。私の方もまだまだ学ぶことがありそうです。お互い切磋琢磨ですね。かけがえのない将棋友達として。入りましょう。ひふみちゃん、まったな。今日はありがとうございました。私実はずっと考えていたんです。もしかつて母が用意していた戦略のまま対局し、自ら敗北を選んでいたならばと。確かに一時的には成功できたかもしれません。ですがその2手3手先を考えると、ずるずると将棋を続けながらも自分の意思で勝つこともやめることもできない、まさに無門地獄。無限地獄か。私は将棋を嫌いになり、さらには人生にすら絶望していたでしょう。今日の乾杯はむしろ最前提だったと。いい読みだ。自分を理解してくれてる人がいるって、こんなにも心強いものなんですね。嬉しいです。今日はこれでまたお会いできる日を楽しみにしてます。これね、恋人になる選択肢の方が好感度上がるんだよね。そういう悲しいこともあるんだよね。殺し道の会心を待とうっていうところで、残りあと5日ですね。いやー、今回のコープもいろいろあったね。あれ、ちょっと待って、今日何もできないぞ。あれ、何もできないね。何しようかな。じゃあ、ほんじゃ今日はね、コープが何もなかったんでビリヤードやろうか。いらっしゃい。おい、ビリヤードでちょっと遊ぼう。うん、ビリヤードで遊ぶと時間が経過しますが、仲間たちを呼びて運動に過ごすことができます。どうする？みんなを集めよう。ありがとう。みんなでビリヤードやんの？へい、カモン、集合だ。お、みんな揃った。こんなもんだな。なかなか球を持ってる姿が様になってるじゃないか。本当だな。なんかベテランの風格を感じるぜ。あ、ナインボールでやるわけじゃないのか。ご想像に任せる。なかなかやるな。よっしゃ。まあ、ゲチとよくやってたからな。お、ナインボールだ。ゲーム開始の前、緊張感最高だよな。ゲッ。おお、入った。いいね。いやー、そんだな。さすがに腕が疲れてきたぜ。ビリヤードで遊んだおかげで、ここぞという時の大胆さが学べたな。あー、ステータス上がるんだね。楽しかったわね。お、みんなの好感度が1上がった。いや、楽しんでるところごめんね。ビリヤードって奥が深いでしょ。ハマってくれると嬉しいな。あ、おすすめの本があるよ。ビリヤードテクって本。基礎から応用までバッチリさ。ただレアな本なんだよね。見つけるのは難しいかも。専門店の方が手に入りやすいかな。なるほど。専門店、スポーツ系の店。まただ。あったかな。ああ、なんかデパ地下のとこにあったかもしんないな。さ、夜になりましたね。雨も止んだ。シドウの人気やばいな。多分これし、あ、自白がないとひっくり返せない。改心が成功すればね。ああ、これ以上の方策はない。とはいえこの状況だからな。成功を信じよう。お、宗次郎のコープ進められる。今日は特になさそうだね。じゃあ今回はここら辺で終わっておきましょう。また次回お会いしましょう。